おはようございます。というわけで私やってまいりました。富士山がドカーンと見える銭湯に来ました。本物です。富士宮市っていうところなんですけど、今回の動画の企画はこの携帯でスマホで富士山をきれいに撮れるスポットがたくさんこの富士宮にあるということなんで体感したいと思いますので、こうご期待。もうすでに綺麗よ。ここほら見てごらん、いろんな顔の富士山が見られると思いますんで、お楽しみに。お名前をどうぞ。私はユリスと申します。ユリスさんと言って、今回ちょっとお世話になるんですけど、はい、まあ、なんて言えばいいんですか、こう肩書きをここに入れる。肩書き、トラベルインフルエンサーをしてまして、トラベルインフルエンサー、ね、はいはいはい、トラベラーとして日本とか世界のいいところを発信させていただいてるっていう感じでございます。今日はもう富士に特化して。はい、そうです。富士山をもう綺麗に撮れるっていうところにフォーカス当てて、うんうん、富士宮市をぐるりぐるりね、はい、回っていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。楽しみです、はい、まずは、こちら富士山本宮浅間大社を回っていきたいと思います。浅間大社ね、名前聞いたことあります。もうずっと浅間って呼んでるダメなんですよね。そうです、浅間大社、浅間大社なんですね、はい、それでは行きます。行きましょう。ちょうど雲の感じがもう本当にこれはまたベストでしょ。あ、もうベストです、ベストオブベストです。本当にやっぱそうなんや。ちょうど雪も、うん、降ったばっかりで、はい、本当綺麗、冬らしい富士山が楽しめると思います。春になると、見ていただくと桜、そうなんです、綺麗だろうねこれ。そうなんです、もうこっから撮っていただくのがすごく、うん、ああ富士山の雨の、そうです、あ、これ全部桜になるわけね。あ、そうなんです、こういう感じね、ここがぜひ春も、これが桜だ。そうなんです、これは綺麗だわ。で、ちょうどあそこのツンってセンターで飛んだってことが富士山の中で一番高い部分になるんですよ。もうてっぺんですね。そうなんです、もう一番高い、それが見えるんだ。それがドセンターが富士宮なんです。あ、ドセンター、おでこみたいなのがポンと出てるところね。そういうのも見て楽しみながら、はい、もう楽しい、楽しいですか、やった。あ、ね、こういうのとか、そうですね、うん、あ、もうそうです、広角とかで、広角でいくといいよね。広角でいくとすごい、より、うん、ね、だからやっぱ朱色もすごい美しくって、 そうなんです、また独特で、一つワンポイント、こちらからハート、ハート、あるある、ハート、わかります、こんなの気づかないよ。こっちから来てくれ、こっちから写真を撮るとこのハートの中に本当だ、代謝が入るっていう、頑張って入れてください。入れた、あ、そうです、そうです、これ知らないと思うんですよ、みんなが。これくらみくじ、本当だ、桜、ピンクか水色か、男の子、いや、ゆりさんも、じゃあ私ピンクにしますね、うん、これ今何も書いてない、あら不思議、水につけると出てくる、東来るまでやってたんですね。おー、これで桜って読むね。あ、そうなんです、そうなんです、かわいいな、これで桜って読むんだよ。赤富士と普通の富士山、あー、これ富士山になるんだ、蛇腹型に折っていただいて、いや、俺も絶対笑える。いくよ、何もない、何もない、ね、見た、ダラララララン、ジャガジャン、ジャガジャン、ジャガジャン、ジャジャン、サラララララララ、ちょっと時間がかかりますね、ダラララ、ちょっと早送りするかもしれません。大吉、お、大吉が、あ、私も大吉でした。やった、この蛇腹に折るのはどんな幅でも構わないですよ。蛇腹に折るっていうのは俺にして、稼ぐのがね。不器用なんですよ俺がね。2つに折るんだ。おー、来た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 、富士だ、富士、赤富士と富士山です。イエイ、これを結んでいって大吉だしね。あ、もうど真ん中で行っちゃいましょう、はい、おー、かわいい、無格好な富士ですが、かわいい、素晴らしい、ちょっと 3D にしよう、かわいい、 3D だ富士山。ちょっとこれこちらに向けてもらって、うん、でここがすごいたくさんあるので、はいはい、こっち側から1にしてもらってフォーカスして、1にしてフォーカス、もうちょっとこちらに来てもらって、1にしてフォーカスで
手前ぼかしてここにフォーカスチョン立てて、よっしゃ、おお、きた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 、たくさんあるのも入れるとより可愛くなりますよ ね、 いいですね。ありがとうございます。はい、なんかこう、そうなんです、ポイントがあるんですね。そうなんですよ、これ赤い赤い種の端、そうなんです。いきます、ねえ、イエーイ、もう一回いきます、 3,2,1 ドーン、 OK です。あ、綺麗、おあ、いいですね、端のいい赤とね。あ、そうなんです、やっぱ差し色すごく大事で、差し大事ですよ、差し色と、ちょっとそう覚えましょうね、皆さんもね、これ差し色っていう、こういうのね、こういうの差し色っていう。じゃあそれでは次のスポット、よいしょ、次も富士山にちなんだスポットになっております。はい、こちら一服、違います。福市さんです。もちらっとここ見えてますけど、ジェラート、ジェラートのお店で、ジェラート普通じゃないですか。いや、実はこれ朝霧のミルクを使った、朝霧高原の、そうです、ミルクを使った、ちょっとあっさりですけどちょっと濃厚な、これいいじゃないですか、地元の。さらにプラスアルファでちょっとお楽しみがあるので、わかりました、早速、はい、頼んでみましょう。こんにちは、例のやつください、例のやつを一つ、はい、コーンで、はい、お願いします。コーン、コーンってなんか動物いたよね。これですね、そうなんです、もう水色だもん、だいたいわかった、味わかります、ミント系じゃないの。おお、なるほど、ちょっと後ほど、もう要するに富士山をモチーフにされてるなっていうのはわかるんですけど、できました、さこれです。さて、これは何に見えますでしょうか。見えますか。これはチャゲさんが青い服を着てるステージショー。ここにじゃあ、あのボーストサングラス、ね、真ん中ちょっと見えない、これ富士山、そうね、雪かぶった富士山、正解です。なぜブルーなの、これ。ちょっとどういう味か当ててみてください。なんかミント系で爽快な味がする感じですけど、あ、見た目そうですよね。どうしよう、あ、なんだっけこの味、あれ、ちょっと待って、あ、なんか昔食べたこと、これ何なんだっけ、ちょっとなんでヒント、頭の一文字、バーです、バ、バ3文字、バニラじゃないの、食とか、ああ、そうだ、バナナだ、バナナなんですよ。だから人間って面白いよね、色で味覚は判断するから、まさか黄色だったらすぐ分かるんですよ、イエローだったら、答え分かっちゃうともうバナナ味にしか、面白い、バナナだわ、この上の、これが朝霧、そうなんです。ん、分かります、これ美味しいね、ありがとうございます。ああ、うん、結構売れるでしょう、おかげさまで、ねえ、止まんないです、誰か止めろみたいな、ちょっとこれでストップです、うん、行ってまいります。ちょっと写真を撮りたいので、この丸いじゃないですか、丸、綺麗に富士山型になめして、あ、これね、あの富士山っぽくなるようにピントはどっちに当てればいいの、これ。ピントはアイスに当てたいので、アイスに当てたい、はい、ちょっとこういう感じで、そうです、すごい、あ、素敵、これをいただきながら富士山を見るみたいな感じも、ほんとこれ やんなお手軽だから、はい、今ちょっと寒いけどでも美味しい、写真を撮っても楽しめますし、お口でも味わいながら、映えますね、映えます。いや、これはねゆりさんいないと俺たちおたおたしてたわ、今日の撮影、いや、ありがとうございます。構図はこんな感じ、あ、もう素晴らしいです、いい、あ、そうです、そうです、で、こっちが富士山、うん、こっちが逆さ富士、本当だ、おー、よくこんなもん作りましたね、ねえ、これすごいね、組み方、そうなんです、そうなんです、夜はライトアップするんです、いやー、好き、2月23日の富士山の日はちょっとブルーに、あー、2月23日に来ればよかったなここは結構映えスポットで、映えですね、はい、センターがいいですね、行きますね、はい、はい、チーズ、これもいくつ、もうこれ3つ4つ押さえてるよ、もうで、はい、まださらにここで上がるんでしょ、そうです、ちょっと上がっていただきたいです、それではちょっとさらに、ここから入るんですか、あ、じゃあ上がってください、ここからも結構フォトスポットとして人気なんですよ、ね、で、点5とかでこういう感じでぐわっと、ぐわっとね、おー、いいですね、
うわ、いいですね。おお、最高ですね。最高ですね、これ。素晴らしい。素晴らしいじゃん、もう。それではこちら入っていただきたいと思います。どうぞ。入るよ。そう、内側もこうなってるんだ。そうなんです。表面だけじゃないんだ。そうなんです。ちょっとまた雰囲気が変わりますよね。もっと間近で見れることができるので。俺も外側だけかと思ったもん。実はもう贅沢に中まで。すごい、これは。あ、そうだ、富士山の中入っていくんだ、イメージとしては。上で登りながら富士山を登山してるような。なるほどなるほど、富士山登った感じを。そうです。うわ、綺麗、茶畑と富士。もうこういう景色ももちろん静岡ならでは。5合目までは登ったことあります。おお、車でね。あ、そうなんですね、うん、頂上まで登る。いや、無理無理森林限界だった。でもここからだん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 きつくなるんですね。そうなんです。あ、これ綺麗、夜景が。そうです、こんな感じで見えるんですよ、本当に。あ、素敵だわ。なのでやっぱ登らないと見れない景色がここでも楽しめるっていうところがすごくいいなっていうふうには思うんですけれども、これが頂上からの景色、こんな感じです。本当に頂上登ったことあるんですけれども、本当にこんな感じの景色がもうわーって見える。なんかもう言葉にならなくなるでしょ。本当にもう感動する達成感を味わうってこういうことなんだなっていうふうに、ね、はい、富士山てっぺんに登ったら達成感は半端ないよね。半端ないですね。やっぱそこから見る朝日とかも、うん、なんかパワーがすごくもらえる。あ、そうだよね。そうなんです。ご来光ってやつ、ね、そうなんです。ご来光最高ですね。あ、なんとなくもう空気が薄くなってきましたねあ、開けてきた。なんか今日最高だと思います。ズーン。さあ、こちらです。うわ、待って待って待って、うわ、すごいすごいすごい。そう、ここからの景色とかもすごく素敵で、本当におすすめ。ここに座ってもらって一つ撮りたいものがあります、うん、シルエットなので横向いていただけると嬉しいです。はい、チーズで撮ると。普通にして次のジャケ写でも、ね、かっこいい。すごいね。あのレンズの方下にしてください。イエーイめっちゃいいわ、素敵じゃないですか。もうバッチリ。いや、あ、これは喜ぶわ、観光客の人。そうなんです。このリフレクションをなるべく使って、これね、はい、下に向ける。こちらを下に向けて撮るのがすごくおすすめです。そうそう、あの、みんな自分の目線で撮るからね。下がったり上がったりして、そういうことよ。撮るのがおすすめです。イエーイ、OK です。ありがとうございます。OK です。OK です。OK です。